フランシナ・ブランカ君、フランシナ・エルシェ・ブランカ君、フラナ・エルスや、ファニー・ブー・ランチャース・コエン、1918年4月26日から2004年1月25日は、1948年に行われたロンドンオリンピックで4つの金メダル獲得したことで、知られるオランダの女性陸上競技選手。成し遂げた当初、女性アスリートに対して渋い顔をする時代において、 君はすでに二児の母親であったことから、空飛ぶ主婦、ザ・フライング・ハウスワイフという称号を得ることになる。また、日本では、君プ人としても知られている。1935年に陸上競技大会に初めて参加し、翌36年に行われたベルリンオリンピックのオランダ代表の一員に選出されることとなる。第二次世界大戦によって、 国際大会が中止される中で、総高飛び、総幅飛び、障害像で数々の記録を打ち立てていった。君は、夏季オリンピックで4つの金メダル、欧州選手権で5度、オランダ選手権で58度の優勝と12回の世界記録を樹立した。1955年に現役を退いてからは、女子オランダ代表を指導し、1999年には、 国際陸上競技連盟による今世紀を代表する女性アスリートフィメールアスレチック・オブ・ザ・センチュリーにも選出された。君は、ユトレヒト州バールン近郊のラーエ、フルーズヘ、レイジ・ベアーアッシュで父アルノルド・ユス、アーノレドスと母ヘレナ、ヘレナとの間に生まれた。10代の頃は、テニス、水泳、体操、スケートやランニングが好きなスポーツ版の少女であった。 運動に対する素質はあったが、一つに絞ることができなかった。その頃オランダの水泳界にはすでにヘンドリカ、ミルヘルミナ・マステンブルーク、ヘンドリカ・ウィラミーナ、リエ・マステンブロークという有力選手がおり、このままではオリンピックに出場できないので、ある指導者が陸上競技に転向するよう助言した。1935年、君は陸上競技大会に初めて参加。 期待外れな結果に終わったが3度目のレースで800メートルの時刻新記録を樹立した。君は代表入りを果たしたものの中距離層ではなく短距離層の選手としてであった。翌36年、18歳にして1936年ベルリンオリンピックの代表に選ばれる。ベルリンでは同じ日8月9日に行われた総高跳びと400メートルリレーに出場した。 前者は1メートル55を記録するも6位タイで決勝に進めず、後者は5位、実際は6位であったが、ドイツが失格になったため順位繰り上げに終わった。1938年、君はある国際大会で100ヤード走を11秒0の世界新記録で走り、国際大会初勝利をもたらした。ウィーンで行われた欧州選手権で100メートルと200メートルに出場。 両種目ともに、ポーランドのスタニスラワはワラシェビッチに勝ったものの3位に終わった。多くの人々や軍自身、2年後の夏にフィンランドのヘルシンキで開催予定の夏季オリンピックでくらい入賞を期待した。しかしながら、第二次世界大戦の勃発で中止に追い込まれ、開催2ヶ月前の1940年5月2日、正式に開催中止が決定した。その日は、 ドイツ軍が君の母国であるオランダに侵攻する一週間前のことであった。ドイツ軍のオランダ侵攻よりも以前に、すでに婚約をし、1940年8月29日に、ヤン・ブランカース、ヤン・ブランチャースと結婚し、生を、ブランカ君、ブランチャース・コエンと改める。君の夫のヤンは、かつて1928年アムステルダムオリンピックの三段、 戸部に出場したことのあるモトリク競技選手で、引退後は、スポーツ記者と女子オランダ代表監督をしていた。もともとヤンは、女性がスポーツに参加すべきではない、当時は珍しくない意見であったと考えていたのに、15歳年下の君と恋に落ちてからは、女性アスリートに対する考えを改めさせ、1941年8月に第一子のヤンジュニア、ヤン・ブランチャースジュニア、 を出産した時に、オランダ国内の報道機関は君のことを、ブランカ君の選手生命に終止符と報じた。女性トップアスリートが結婚することは稀で、母親になることは、到底考えられないことであった。しかし、出産一週間後に練習を再開した。戦時中、君は六つの世界新記録を樹立した。1942年に80メートルハードルで、 初めて世界新記録を受立し、翌43年、今までにない良い年であった。一つ目は、アムステルダムで特別に実施された、競技会において、総高跳びで1メートル71を記録した。君は、同大会で100メートル走を世界大記録で走るが、記録更新のために、男子選手と競争したために非公認記録となった。シーズン終盤には、 総幅跳びで6メートル25を記録し、世界新記録を樹立した。君は十分な食料を得るのが、より難しくなり、とりわけ競技選手の練習環境が悪化した。それにもかかわらず、1944年5月には100ヤード走で世界記録を突破する。その競技会において、410ヤードリレーで世界記録を更新した一人として走った。ドイツの報道機関は、 イギリス以外の国によって記録を破られることに対し非常に興奮した。1ヶ月後、君はドイツで開催された競技会で4200メートルリレーに出場し、世界新記録を樹立した。1944年冬から翌45年に発生したオランダ飢饉、ホンガー・ウィンターは大都市部で深刻な食糧難に見舞われた。当時アムステルダムに住んでいたブランカース一家は、 健康であった。君が抽選後初めて参加した国際大会は1946年8月にノルウェーのオスロで開催された欧州選手権であった。君は同年2月に第2子であるファニー・ジュニア、ファニー・ブランチャース・ジュニアを出産早々練習を再開した。君もまたこの大会で少し失望したという。君は100メートルにおいて 準決勝まで駒を進めたが、同時進行で行われていた、総高飛び決勝にも出場した目に危険する羽目になった。100メートルを危険してまで挑んだ、総高飛びは落下の衝撃で打撲を追い4位に終わる。逆に2日目は80メートルハードルで勝ち、400メートルリレーでは、オランダチームを勝利に導いた。オリンピックを翌年に控えた百四十七年、六種目を制止。 オランダを代表する一流選手となっていたくんのオリンピック代表入りは確実であったが、オスロでの経験から全種目に出場することをやめ、100メートル、200メートル、80メートルハードルの4種目に絞った。80メートルハードルで世界新記録を受立後、2ヶ月後の場に現れなかったので、記者の中には女性アスリートにとってみそじは都市まであると提言したものもいた。 君のロンドンにおける最初の競技は100メートルであった。準決勝までは楽々と勝ち抜き自己新記録まで樹立した。8月2日の決勝戦は泥だらけのトラックと雨天の中で行われ、11秒9で失踪した。ライバルであるイギリスのドロシーマンレイ、ドロシーマンレイとオーストラリアのシャーリー・ストリックランドの2人を抑えて優勝。して君はオランダ陸上競技発の後、 我がねメダリストとなった。だが、君は次の種目である80メートルハードルのことで心配した。開幕前に自身が持つ世界記録と同タイムを叩き出した地元イギリスのモーリンガードナー、モーリンガードナーが出場し、君と共に決勝戦に駒を進め、8月4日に行われた決勝戦で、君は序盤で遅れたがその後ハイペースでごぼう抜きを演じるものの、 追い抜かすことができなかった上に到着に終わったかに見えた。表彰式で女王陛下万歳、イギリス国家が演奏され、ウェンブリースタジアムの観客が歓声を上げている時に、君がわずかながら先にゴールしていたことが判明したからである。両者とも21秒2でゴールしたにもかかわらず、写真判定の結果、君がガードナーを差し切った。 君の成功に反して、80メートルハードル決勝が行われた翌日、200メートルに出場するも、準決勝で大きく出遅れた。レースの直前にホームシックを患ったからである。夫のヤンとの相談の末強行出場、決勝戦に進出した。決勝戦当日の8月6日は激しい雨が降ったが、君は初の逸話種目となった。 女子200メートルを24秒4でゴールし優勝した。2着は0秒7差で、イギリスのオードリー・ウィリアムソン。3着は、アメリカのオードリー・パターソン。オードリー・パターソンが、アフリカ系アメリカ人女性初のメダリストに輝いた。400メートルリレーは、陸上競技最終日の7日に行われた。オランダチームは、セニア・スタッドデ・ヨング、キセニア・ストッドデ・ジョン、ネッティ・ビチエール・ティメール、 ネティウィツアーズティマー、ヘルタ・ファンデルカデ・クデース、ガーダ、バンデアカデ・カウドリスと組んで決勝戦に進出した。ところが決勝開始前になって行方不明となり、君はレインコートを購入するために店や市を運んでいたのである。レース開始時には間に合った。アンカーでバトンをもらった時には3番手でオーストラリアとカナダに対し5メートル差をつけられていたが、 も追撃の末オーストラリアに0秒1差で差し切り優勝した。君はオリンピック史上女性による4個の金メダルを獲得。しかも同一大会で達成したのも史上初であった。2004年現在、陸上競技で同一大会5個以上の金メダルを獲得した選手は君だけである。他に4個獲得したものはアルビン・クレンツレーン、パリオリンピック、ジェシー・オーエンス。 ベルリンオリンピック、カール・ルイス、ロサンゼルスオリンピックの3人しかいない。世界各国のプレスは、君のことを、空飛ぶ主婦、フライングハウスワイフ、アメージングファニー、アメージングファニー、と呼ぶようになり、アムステルダムに戻った時には、多くの群衆に出迎えられた。自転車でアムステルダム市内を回っていると、たくさんの賞賛と贈り物を受け取った。特に隣人からは、 新しい自転車を送られた。もっとのんびり暮らせという意味もあったという。世界中に知れ渡った君のもとに、たくさんの保証人に依頼やスポンサーになってほしいというオファーが舞い込んだ。アマチュアリズムにのっとりすべて断った。しかしながら、1949年には女子陸上普及を進めるためにオーストラリアとアメリカへ飛んだ。1950年。 君の選手生命に危機が訪れるエピソードが起こった。前年に、オランダの新生ォケディルマ、フィキュー・ディラマが君の記録を破ったからである。1950年には200メートルの国内レコードを更新、マスコミは新しいファニーと呼んだ。同年に、ブルッセルで行われた欧州選手権で、オリンピックでのパフォーマンスを再現した。100メートル。 2 0 0ル、8 0ルハードルの3種目で、各々で0秒4以上の大座をつけて解消したが、4 0 0ルリレーで、イギリスの4着に終わった。34歳になって、ヘルシンキで行われたオリンピックで3度目の出場を果たした。動きは良好であったが、臀部の贅肉が邪魔をした。1 0 0ルは準決勝まで進出したが、8 0ルハードル、 準決勝で二つ目の障害をひっくり返し競争を中止したため失格に終わった。三年後の1955年8月7日、砲丸投げで58回目の国内タイトルを獲得し、現役生活に別れを告げた。クーンは引退後の1958年の欧州選手権から68年のメキシコシティオリンピックまでオランダ代表を指導した。1977年に、 夫のヤンが高いし、夫に頼りっぱなしにしていたため自立する必ずが、生じた。数年後、君は、北ホラント州ホーフドロープに戻った。1981年には、ファニー・ブランカ君ゲームズ、ファニー・ブランチャース、コエン・ゲームズという国際陸上競技、大会設立され、毎年オファー・アイセル州、ヘンゲローで行われている。1999年には、 人生最後の名誉が送られた。モナコで国際陸連主催の祝賀会に招かれ、今世紀を代表する女性アスリートフィメールアスレチック・オブ・ザ・センチュリーに選出され、君も非常に驚いたという。君は亡くなる前年、アルツハイマー病を患い精神看護施設で暮らした。後の2004年1月25日、ホーフドロープにおいて85歳の生涯を閉じた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。